すごい反省することが多い試合だったのかなと思います。とても強力な外国人選手がいるので、そこをこうやられちゃいけない部分っていうのがたくさんこの試合ではやられてしまったので、明日また修正して、臨みたいと思います。まあでもそれでも勝ち切れたってことはすごくいいことなので、まあ明日に向けてまた修正するところは修正してやっていきたいと思います。ありがとうございます。ご質問ある方お願いいたします。ライターの木と申します。まず延長での3、2本についてちょっとどう感じました？そうですね、まあ最近はシュートタッチがいいっていうのもあって、まあ、こう相手ら思い切って打とうっていうのがあった。まあ久々の僕、こう地元の試合だったので、まあ、少しいいとこ見せたいなっていう思いが募った、まあ、2本のスリーポイントだったのかなと思います。はい。新年来てからの大きな違いって、もともとはどっちかというとバックアップだったのが今、まあ、メインガードで、まあ、今日もクロージングのところで出る機会が増えてます。ゲームのクロージングを任せるっていうことについて今どう感じてますか？そうですね、やっぱりこう責任は大きいと言いますか、まあでもその分やりがいもこう感じているので、こう任されている以上は自分の仕事をしたいっていうのもありますし、チームを勝たせたいっていう思いがすごく強いので、まあやりがいを感じているので、まあ、これからもいいところでシュート決めたり、アシストできたりできるような選手になりたいなと思います。ということで、今までだとディフェンスゲームチェンジャーみたいなところがあったと思うんですけど、今シーズンはやはりオフェンスではもっと存在感を見せたいっていうのが今の心境でしょうか？そうですね、まあオフェンスもやらなきゃいけないと思ってますし、こうディフェンスも、ディフェンスっていうのはまあ一番重きに置いてるところなんで、まあそこは絶対に崩さない、その姿勢は絶対崩さないでおこうっていう、まあプラスでオフェンスの部分で点取ったり仲間にアシストしたりっていうのはこれからも大事になってくると思うので、もっともっとスキルを伸ばしてチームの勝利につながるようなプレーをしていきたいなと思います。まあ、改めてちょっとまたクロージングということではちょっとフレックスの時はちょっとそこがうまくいかなくて2つとも負けてしまいました。でもこのところ川崎の2戦目にしても、まあ、茨城選手として今日も、まあ、最終的には競った試合を勝ってます。その成長に関して今どう感じてますか？そうですね、まあこうやっぱり川崎戦っていうのは一つ大きなきっかけになったのかなと思いますけど、まあ、自信持ってやっていますし、やっぱり何よりこうこれまで外国人選手にすごくこうおんぶに抱っこうオフェンスの部分でになっていたので、まあそういった部分でこう日本人選手が積極性を持ち始めているっていうのはこうすごくいいことで、まあ、もっともっと自信持って翔太だったり大輝だったりとかはもっともっと思い切りやっていってほしいなと思います。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。